では、3、塩基の反応を詳しく見ていきましょう。代表的なものとして、硫酸という酸と、水酸化バリウムという塩基の水溶液の反応です。ズバリこうなります。硫酸は、水溶液中で、このように、2個の水素イオンと、1個の硫酸イオンに分かれています。水酸化バリウムは、水溶液の中では、このように、水酸化物イオン2個と、バリウムイオンに分かれますね。イオンは、以前に習っているので、大丈夫でしょう。そして、このように合体して、水が二分子でき、こっちは、硫酸バリウム、有名な白い沈殿となります。これは、こっちの陽イオンと、こっちの陰イオンが合体したものです。これ以外の場合でも、酸と塩基の反応では、水分子と、このような、陽イオンと陰イオンが、イオン結合したものができます。このようなものを、塩と呼びます。塩の定義としては、陽イオンと陰イオンからできた、イオン性物質、となっています。この場合は、水に溶けにくい塩が生じたので、沈殿となり、水溶液が白く濁るのですが、水に溶けやすい塩が生じる場合は、水溶液は透明なままであったりします。ちなみに、硫酸は、このように、1分子から2個の水素イオンを生じるので、2価の酸、と言います。こっちは、2価の塩基、というわけです。以前にイオンを覚えましたので、何価になるのかは、予想がつきますね。では、塩について、種類分けをしましょう。前に紹介した、強酸や弱酸の表です。これとこれが中和反応を起こすと、硫酸ナトリウムという塩ができることが考えられますね。硫酸イオンに、ナトリウムが2個ついたものです。しかし、反応させる量のバランスが正しくなかった場合、中和が不完全になり、このように、ナトリウムが1個で、まだ水素イオンが残っているものができてしまいます。このような式になります。このような塩は、酸性塩と呼ばれます。同様に、塩基性塩というのもあります。このように、水酸化物イオンが残っている塩です。これらに対して、しっかり中和が終わっていて、水素イオンも水酸化物イオンも残っていない塩は、性塩と呼ばれます。では、これらの塩を水に溶かしたとき、その水溶液は、酸性、中性、塩基性のいずれになるのでしょうか。まず、性塩を水に溶かすと、中性になる、と考えるのは正しくありません。酸性になるものや、中性になるもの、塩基性になるものがあるのです。まず、その判断のために必要なことを書きます。これは、金属のイオン化傾向です。こっちほど、陽イオンとして安定でしたね。また、これは、陰イオンとして安定な順です。これらを使うと、判断ができるようになります。例えば、これ、硫酸銅という性塩は、水に溶かすと、銅イオンと硫酸イオンに分かれますが、硫酸イオンは、陰イオンとして安定ですが、銅イオンは、あまり安定したイオンではありません。よって、銅イオンの一部のものが、周りの水から、水酸化物イオンを奪うようになります。その結果、水中には、水素イオンが増加し、その水溶液は、弱い酸性となるのです。それに対して、この、炭酸ナトリウムの場合は、ナトリウムイオンは安定ですが、炭酸イオンが不安定であり、一部の炭酸イオンが、周りの水から、水素イオンを奪うようになり、その結果、OH- が増加し、水溶液は弱い塩基性になります。このように、塩が、ただ、
電離するだけでなく、周りの水と反応して、酸性や塩基性を示すようになることを、塩の加水分解と言います。硫酸ナトリウムの場合は、ナトリウムイオンも、硫酸イオンも、水中で、イオンとして安定なので、周りの水とは反応しません。よって、その水溶液は中性となるのです。では、酸性塩を見ていきましょう。酸性塩の水溶液は、酸性になるのかというと、そうではありません。こっちは、酸性になり、こっちは、塩基性になります。それを説明します。まず、これ。硫酸水素ナトリウム。これは、硫酸イオンも、ナトリウムイオンも、安定したイオンなので、水中では、このように、バラバラになります。水素イオンがたくさんできますね。つまり、酸性になります。それに対して、こっち。炭酸水素ナトリウム。これは、ナトリウムイオンは安定していますが、炭酸イオンは安定していません。よって、この水素をほとんど離しません。さらには、周りの水から、水素イオンを奪い取り、炭酸になるものも出てきます。つまり、ここに、OH- が増加することになり、水溶液は塩基性を示すことになるのです。最後に、これ。塩基性塩。この例のように、水酸化物イオンを含んでいます。この塩に関しては、塩基性になるはずですが、塩基性塩全般として、水に溶けにくいものなので、水溶液のことは気にしないで構わないようです。終わり。